い、どうもこんにちは、トリビーです。ということで、今はですね、繁盛のカードショップの一番近い公園に来てるんですけど、はい、俺ね、あの繁盛のカードショッププレオープンの時に行っただけで、普通にオープンしてからはなかなかね、ちょっとまあ人も多いんで遊びに行けなかったんですよ、うんうん、今回は抜き打ちで潜入調査していきたいと思います。いいですね。いや、もしかしたらなんだけど、俺らのリスナーとかもまあ行くわけじゃないですか、うん、そのリスナーを使って荒稼ぎしてるかもしれないんで、当たりの入ってないオリパとかね売っちゃって荒稼ぎしてる可能性もあるんでね、はい、まあ、普通に俺もお客さんが買える状態のオリパを買ってみて、どんな感じなのか見ていきたいと思います。いいですね。てか、まあ実際そんなこと言ってるけど普通に楽しみ行ってみましょう。やばいわ俺入れないんだけど不衛生のお客様、悪臭を放つお客様のご来店ご利用をお断りしますこんなこと書く店ないやろ。いや、このイラスト屋もねさすが繁盛ですさあ、ということで、はい、繁盛のカードショップ中入ってみましたが、たくさんオリパあります。めっちゃある。これね、演出オリパ僕一回やったことあるんですけど、うん、かなり良かったんですよ。いいね。あとは新しくボールガイのオリパとか、500円、2000円、3000円と、あと売り切れてるやつがあるね、うん、SA 確定売り場とかちょっとやりたかったんですけど、ね、まあこの売ってるところは全部10パックずつ購入したいと思います。調査なんで ね、はい、さあ、ということで繁盛のカードショップにあったガラポン1回500円に挑戦します。よなんと特賞ではこんな感じのね、今じゃ手に入らないボックスが手に入ります。貴重だね。はい、これ多分繁盛の私物だと思うんだけど。あ、そうなの。俺と一緒にお店に行った時に当てたやつなんで俺たちの思い出が売られてますはい、ということでこんな感じなんでね、今5回購入したんで金色出しますわじゃあ5回引かせてもらいます。どうぞ。はい、やばっ。あ、これ鳴らした方が良くないですか。あ、渡すタイミング鳴らすんです。え、待って、やばい。金色。え、待って、本当にやばい。まず1回。はい、1等でしょ。え、やばすぎ。こんなことあるの。そうだよね、普通こうだよね。びっくりした。びっくりした。はい、シロ3回目。4回目。はい、もういい。え、水色だ。はい、水色が5等。ありがとうございます繁盛当てたわ。お前の店ちゃんと当たり入ってるんだな。すごいよ。え、これそんな出るもんなんすか。結構珍しいですね。自分は初めて鳴らしました。やばい、すごいめちゃくちゃいい、もう運持ってる。はい、じゃあ、ありがとうございます。これは多分ね、俺一回行ったことあるんですけど、ダブルレアが出るパンですね、うん、あとは水色の5等。お、なるほど。輝くジラーチとかが大量にあります。ちょっとこれ軽く見てもいいですか、こっち。あ、もちろんです。はい、ジラーチ、レシラ、ハウオーある。ハウオーいただきます。ハウオー1枚いただきます。これ、やばい、ここにある。このスタートデッキ100も1等らしい、一応。なるほど。それかこの5枚、はい、まあでも多分ね、アルセウス V スターとかの方がレート的には高いかもしれないけど、俺ね1枚だけこれ持ってないんですよ。ジャローダ V の SA 行っていいですか。これいただきます。すいません、なります。ありがとうございます。やばい、おめでとうございます。めちゃくちゃ勝った。こんなことあるんだ、すごい、ね、ありがとうございます。嬉しい。さあ、それじゃあ親の顔より見たプレイマットの上で、購入してきたオリパー開封していきたいと思います。まずは、これが500円オリパー、それを10パックと、これがボールガイオリパーかな、ボール面オリパー、それも、10パック、でもってこっちがちょっと値段が上がります。2000円オリパー、これも10パック、つまり2万円分。そして、最後にこっちが3000円オリパー、繁盛の店であった中では最高額の、それも10パックで、これだけで3万円と。なんだかんだで結構お金を使ってしまいましたが、まあ、順番に見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まずはこの500円オリパーから、開封していくんだけど、待って、当たり枠やばいわ。ブラッキーフリーマックスいるわ。全3500口、当たり枠強いね。リーフィアとかエスレナとか、これはなかなかね、確率は低いような気がするんですけれども、見ていきます。はい、まあ、ハズレ役はダブルレアが1枚か。なるほどね、まあまあ500円だったらそうなってしまうんでしょう。おい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 、ただシャンデラが2回連続続くのは良くないですね、これは。繁盛さん、はい。おいおいおい、1枚ぐらいなんか、まあ多分この画像一覧は大当たりだと思うんで、中央あたりとかそこら辺が引けてくれてもいいんですけれども。待ってくださいね、これ5000円ですからね。なんだかんだで10パック開けると5000円ですからね5000円ですからね。これ繁盛のカードショップに1枚30円で売ったよ。30円で売ったのが戻ってきてるよ、500円で。まずいよ、これ。いきます。せーの。はい。あ、まずいね。まずいね。大丈夫ですか？あ、あ、意外だ。まあ、500円はこんなもんでしょう。いや、もしかしたら、さすがです。ここでソニアとか出すんだ。ここでちゃんと、
ブラッキー VMAX のスペシャルアート1がゲームだ。はい、それじゃあ繁盛のショップで購入してきた、オリパー開封していきたいと思います。これがボールメンオリパーですね。演出オリパーになってんのかな。モンスターボール、スーパーボール、ハイパーボール、マスターボールみたいな。なんかシークレットボールもあるわ。ちゃんとね、ダメージ品も含まれますって注釈があるんでね。まあ、オリパーを購入する人は、気をつけてくださいね。傷がついてるからって文句を言うのは禁止でよろしくお願いします。これは当たり役特にないしね。さあ、あー、待って、スーパーボールガイじゃん。来た。これもしかして期待してんじゃない？はい。おー、振り袖の HR、 いきなりいいじゃないですか、これ。しかも俺これ持ってなかったわ。1000円だったら全然当たりっすね。ということで、続きましてやっていきましょう。さあ、なんか、いいボールガイ。マスターボールガイ来い。おー、スーパーボールガイ。いいじゃん。待って、2回連続スーパーボールガイなんだけど。まさか？はい。そんなことある。振り袖の HR、2枚連続で出ました。まあいやでも普通に嬉しいです。まあ1枚だけで良かったんですけれども。まあ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 、普通にね、モンスターボールガイが来るよりも全然ありだよ。スーパーボールガイ3枚連続なんだけど。やばい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 。バグってるバグってる。いきます。せーの。なんかやつ。おー、アローラロコン V の、SR っすね。まあこれも1000円だったら、当たりだね。まあ多分スーパーボールガイは B 当たりになるのかな。このままの勢いでハイパーボール。ちゃんとランクアップしろ。ランクアップしろ。ランクアップ。うわー、かいモンスターボールガイ、いきます。はい。あー、でもモンスターボールガイでも SR が出るんだね。多分これあれだろうな、当たり枠一覧がないってことは、そこまでがっつり大当たりが出ないからこそ、外れ枠もそんなに渋くはならないみたいな感じかな。いきます。はい。おい、ジムトレーナーさんが、出てくれました。多分俺の予想なんだけど、これはローリスクローリターンみたいな感じのオリパだと思うわ。さあ、ボールガイ来い。おー、モンスターボールガイ、はいはい。わー、被ったおい、ブランシェが2枚も被りましたよ。やっぱポケモン GO の外れ枠あるんだよ。もう1枚ぐらいなんか、いいボールガイ来い。優しいボールガイ来てくれ。僕、優しいもんね。あ、ボールだ、ボールだ、ボールじゃないボールね。いや、これモンスターボールボールね。ボール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 ね。シークレットボールガイ来い。ボールガー、高いよ、お前。バカーバカーバカー、ハインジョーが一番嫌いなカードが入ってるじゃないか。ふざけんな。赤い、終わった終わった。赤いんですけど最後です。いや、実際これ最初の3連チャンが良かっただけで全然負けるで草。これで1万円なんです。なんかいいやつが来てくれ。おー、スーパーボールガイ、スーパーボールガイ、ビアタリボールガイね。いきます。せーの、はい。おい、どうなってんだよ。さあ、こっからがメインディッシュみたいなもんですよ。一口なんと2000円もするオリパを10パック。しかも大当たりにね、黒馬とかいるわけなんですよ。黒馬の SA なんかね、俺持ってないからね。これが当たってくれたら、もう俺一生繁盛のカードショップでしかオリパ買いません。じゃあ見ていきたいと思います。1パック目から。まあ、外れ枠はどんな感じになるかも気になるからね。はい。おー、キャンデラ。なるほど。ボールガイオリパと外れ枠の感じは変わんないかな。まあ、口数が多分少なくなっていくから当たりやすくなるみたいな感じかな。2000円オリパ全360口だもんね。はい。それじゃあ2パック目見ていきます。お願いしまーす。うわーい、ザクロ。ほうほうほう。サポートの SR が多いのか？じゃあこういう見方していく？この見方楽しいよ。ほら、サポートの SR。カイちゃん、カイちゃん、カイちゃんがある。カイちゃん来い。マリーもある。ウカッツです。ウカッツはもう望んでないです。なんかオリパの外れ枠とかで、サポートのこういう系の、やつが、すごい多い。うわぁ、ウオチルドンだ。うわぁ、ウオチルドンだ。サポート来い、サポート。サポート、来たー。カイ、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 スパーク。はい、じゃあ次です。これポケモン V か。あ、サポートだ。カイ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 、これもしかしたら変わるかもしれない。この2枚もしかしたら何か違うことが起こるかもしれない。もう普通に見ていこう。せーの、はい。うわーうわー、待って、当たり枠1枚もない。まだせめて中当たり。せーの、うわー、マスター、マスター、なんでお前マリーじゃないんだ。やばいやばい、俺の、うわぁ、ふざけんなよ、ふざけんなよ、マクシじゃねえか。大当たり1枚引けばいいだけなんですわ。あ、終わったわ。おい、まだ2パックあった。まだ2パックあった。まだ2パックある。うわぁ、スパークだ。う
うわジャッジマンだ、終わった。皆さん大丈夫ですよ、今のところ爆死してますけど、よかった、メインディッシュ買っといて。なんかね、3000円オリパの方はチキって5パックぐらいにしとこうかなって思ったんだけど、この感じ見たら10パック買っといてよかった。ここでちゃんと大当たり出す防ぎでしたわ。これは全170口なんで、さっきのオリパよりも当たりやすくなっていると。うわー、カゲッツどんどん入りつく入りたいになっていきます。これ1枚3000円だって。エリカのおもてなしとかシロナとか引けたらね、全然大丈夫なんで。3000円のキューバファイヤーが僕の手に入りました。班長さん助けてください。班長さんあなたは、ああもう無駄でどこ、うわーやばい。当てなきゃ、搾取されちゃう。ネジキ、まあ俺ネジキ結構好きよ。ネジキの効果好きだから俺。ネジキはデッキに結構入れるんでね。まあ外れなんですけど、ネジキはまあこれからもデッキに入って使えるからいいかなって思いますけど、これはやばいです。マギアナさんはやめてください、勘弁してください。本当にすいません、僕が悪かったです。班長にこれから優しくするんで、当たり枠お願い、一発逆転あるよ。うわー、 1R まずい。最近俺も全然勝ってないんです。今3回連続大爆死なんです。これがそのまま、あ、やばい、本当にやばい。待って、ストリングだ、3000円は本当にやめて。1234567、2万1000円。あやだよ、もう売り場買えなくないよ俺。なんで俺自分のお金こうやって溶かしてんの。シングル返しだよ。ああ。大丈夫、当てればいい。マリーのプライド当てればいい。マリーのプライド1枚当てるだけでこれ全部もう取り返すみたいな、そういうやばいやつなんで。はあ、ありがとね、本当に班長さん、ありがとうね。一緒にスプラテマ遊んでね。ああ絶対スプラテ遊べ、一緒に。はい、ということで、今回は3000円オリパー、2000円オリパー、でもって1000円オリパー、500円オリパー、合計、まあ、6万5000円分ぐらい。これ6万5000円でマジということで、開けました。結果は、大爆死です。やった、大爆死来たこれ。はい、ということでね、俺がまあ爆死したってことは、その分ね、繁盛のカードショップに行ったリスナーさんがね、当たり役抜いてる確率が上がったって思えばね、まあそれはそれでいいでしょう。いや、よくねえよ。よくないよ。6万5千は大きいよ。ちゃんとした当たり締めも引き忘れでした。ごめん、繁盛。俺、お前のショップをちゃんと宣伝するつもりだったんだ。俺の生き方楽ですわね。今回は、これぐらいで、終わりでございます。皆さん、折り場買わないようにしましょう。動画の最後に毎回言ってる気がする。じゃあな。